1週間の食事どんぐらい続くか分かんないけど、ちょっとまたやってみる今はお昼、母が作ってくれた芋煮。昨日まで母が東京に来てくれてて、私が地方で仕事だったからさ、ロナウドの子守に来てくれてて、で私が、まあ、仕事から帰ってきたら、私が好きなもの冷しゃぶと芋煮と作ってくれてて、すごい幸せな気持ちになって、絶対に起きたらすぐ食べようと思って大分にお仕事で行ってたんだけど、大分じゃないけど結局明太子売ってたから買ってきて、私結構この1年明太子食べてる。粒で言ったらとんでもない数食べてる気がする。こういう豚肉をね、ただこう湯がいたみたいな、でそれをあの冷やしたやつすごい好きでさ、前回さ1週間の食事の動画見返したら、私なんかすごい鶏食べてたんだよね。思ったより鶏を揚げたものをすごい食べてて、今回は豚肉スタートです。あ、で芋煮は牛肉だ。私そんな鶏肉食べてるっていう実感なくてさ、あの動画で結局鶏が好きなんですねみたいなコメント来ててあ、でも確かにそうだと思って、ちょっと恥ずかしくなった、自分を理解できてなくてちょっと久々にさ、ちょっと冷蔵庫に眠ってた刻みニンニク見つけて、あ、最近刻みニンニクに頼ってなかったなと思って、人生に覇気がないからさ、私ちょっとこういう勢いのあるものに頼った方がいいかもと思って、ちょっと引っ張り出してきた冷蔵庫から うまっうわ、うまい、すごくうまい、うん、うまっ。山形はね、芋煮の文化が根付いてるから、皮が剥いてあってもう水煮になってる状態の里芋が売ってるのね。それをもう芋煮に入れちゃえばトロトロに柔らかくなって美味しくなるんだけど、東京はね、その水煮っていうものが売ってないから、なかなか、だから皮がついてる里芋の状態のやつを剥いて作ってくれたんだけど、やっぱ違うね、あんなにトロトロになんない。うん、水煮の里芋を使った方がやっぱり美味しいんだね。この間1週間の食事の動画を出したらさ、おすすめの欄にさ、モデルたちの1週間の食事みたいなのがすげえ出てくるようになってさ、なんでやると思って、こいつら何食ってんだよと思って見たら、なんかさ、モデルってさ、すげえ料理うまいな、あいつら。あれ何なんだろうね、あれは何、男のためにうまくなってんの、料理がじゃないよね、やっぱ体型維持のためにうまくなってんのかな。みんななんか料理さ、手際よくさ作るじゃない、あんたたちそんなことできんのねと思って感心しながら、なんかいろんなモデルの1週間の食事見ちゃってフ中途半端な天気私どんな天気に対しても文句言ってるよな、晴れててもなんか文句言うし豚しゃぶうまっ、うん、うまい。もやしも茹でてくれて、うまっ。大分に行ってきたからさ、仕事で本場の鶏天食べれた、美味しかった。あと琉球っていうブリとかその辺のお魚を醤油漬けとかにこうつけてあるやつもすごい美味しかった。
とちゃんと温泉にも一応入って、うん、唯一の心残りは別府冷麺っていう私が今まで知らなかったニュータイプの冷麺があるんだけど、麺がちょっと太くてさ、それを食べてくるのを忘れたこと、あと飛行機の中でずっとなんか大分美味しいものって調べて別府冷麺って出てきてたから、絶対これは食べようと思って、完全になんかもう鳥天で大感動してる間に別府冷麺の存在なくなってさ、脳裏にまあまた行けってことよね。うまっ、うまっ、芋に。うまい、はあ、はあ、もうダメ、もうちょっと食欲がやばいです。今夕方の4時半ぐらいなんですけど、本日1食目だからもうすごい今食欲にとらわれた人間です。まあ、いつもなんですけど、はあ、もう絵に描いたようなもう100点満点の秋晴れだったので、おのずと献立もわんぱくになっちゃいました。お寿司とたこ焼きと焼きそば、やっちゃったしかもね、商店街の千代田寿司がなんと半額半額半額の嵐だったので、それにやられてたくさん買っちゃった。千代田寿司のね、半額のシールはね一番興奮する。寿司を半額で食えるんだっていうさ、高揚感っていうのはやっぱり何年経っても変わらないですよね。あとね、私の近くの商店街の千代田寿司は他の千代田寿司より気持ち早いんだよね、半額シールとか 30% 引きになるのは。嬉しい。千代田寿司でね、秋の鮮魚の盛り合わせを買うかサーモンサラダ巻きを買うか迷ってたら、70代ぐらいの方が声かけてくれて、いつも動画見てますって言われて、恥ずかしい。すごい本気の顔してさ、秋の鮮魚盛り合わせとサラダ巻き選んでるとこ見られちゃって、サーモンサラダ巻きにしました。秋の鮮魚の盛り合わせもね、ちょっともちろん捨てがたいのよ、秋にしか食べられないっていうさ。でもね、なんか生しらすとかサンマとかのお寿司だったんだけど、いやー、サンマはどっちかっていうと焼いた方が好きだし、生しらすも釜揚げの方が私は好きなんだよなーと思って、だったらこう自分の今の食欲というか欲に素直にサーモンサラダ巻きにしたらって、なんかこの辺で誰かが問いかけてくれてさ、ちょっと自分を信じてサーモンサラダ巻きにしました。なんか背伸びしてさ、秋の鮮魚にしなかった自分を褒めたいです今。あとね、もうレジ終わり際にパッて見たらブリヒラってやつも半額になってて、私そもそもブリ好きなんだけど、ヒラってどういうことって思ったけど、もう気づいたらもうこれもって言って、すごいスピードでレジに持ってた。あと銀だこです、たこ焼きとあの焼きそばは。あのね、銀だこね、たこ焼きだけじゃなくて焼きそばもあるのって思うでしょ。いや、もちろんね、多分ね、焼きそばやってない銀だこもあるんだけど、私の近くの銀だこはねやってて、でこの銀だこの焼きそばに今ちょっと鬼ハマりしてて、ロナの散歩がてらね、いつもこういうの買ってくるんだけどさ、もう全然お腹空いてなくてもね、銀だこの前取ると焼きそばくださいって言っちゃう、もう癖になってる。あとちょっと期間限定のね、ごまじそたこ焼きみたいなやつにしてみた。今日はちょっとね、お寿司も食べるし焼きそばも食べるってことで、ちょっとヘルシーにしようと思って、まあしそ乗ってるので、まあなんとかなるかなと思ってこんなに贅沢していいのっていう気持ちを抱えながら、今日は満を持してこの献立にしてみました。
こんな美味しいもの食ったからちょっと今日は頑張らなきゃな。いつもは頑張らないけど、たこ焼きから食べます。あったかいうちにね。ちなみにあのたこ焼き一応6個にしました。8個か迷ったんだけど、いや8個にしたらちょっとバチ当たるかなと思って。こんなに贅沢なメニューなので今日は。うまー、何これ。焼き方も100点完璧。中のトロトロ具合が。サーモンから食べようかな。贅沢しよう。うまっ。こんなにうまいのに半額にしていいの？ちょっと良心的すぎるわよあれ。もうちょっと粘ってもよかったわよ。全然美味しいよ。これ出来上がりどんだけうまいの？あ、うまい。うまい。ちょっと座ります。うまっ。焼きそばを食べます。屋台の味に近いんだけど、麺がね、なかなか独特で食べ応えあって、うまいな。ブリヒラって何なんだろう。ああ、幸せだな。うまい。うまっ。ベストな歯ごたえ。このぐらい歯ごたえあった方が好きよ、ブリは。進むなたこ焼き。3つ目。うまい。魂が叫んでるもん、美味しいと。サラダ巻き食べようかな。サラダ巻きで野菜を取ります。私はサラダ巻きのね、このカニカマが好き。うまい。あ、いや、うまいな。やっぱ米に一番合うのは炭水化物なのよ。で、炭水化物を意欲的に食べたいと思わせてくれる組み合わせも炭水化物なのよ。炭水化物×炭水化物、これはね教科書に載せた方がいいね。私は日本が好き。こんな幸せな思いさせてくれるから。家帰ってきてテレビつけたら橋本まなみのベッドシーンで、あら美しい。私も誰かの前でここまで思いっきり表現してみたいものね、久々に。あら、なんかいい感じに習慣になってきた、この1週間の食事取るの。今夜中の12時57分。ついにコンビニのおでん始めちゃいました。今年も。大根我慢しちゃった。ガンモと厚揚げと卵。この冬何回もおでん食べるじゃない、どうせ。だから今大根食べたくても長い目で見た時に飽きずに食べ続けたいからさ、って考えたら大根は我慢しておこうみたいな。長い目で見てみたの、私も。食べたかったけど本当はね。あと焼き鳥と、まあ、夕方に食べて残った銀だこの焼きそばと、とってまだ終わんないからね私。
鮭おにぎりとパイまんじゅうかぼちゃ。はあ、あ、まあ忘れちゃいけないのはウーロン茶。これでね、なんとかなるでしょう。嬉しい。この味噌だれマジうまいよ。味噌だれと私は柚子胡椒をもらってきて、味噌だれはまあ基本的に大根とか厚揚げとかにつけて食べて、で柚子胡椒はもうなんかこうつけるというよりはおでんの出汁に溶かして最後飲むっていう感じです。まあ私の食べ方なので参考までに。うまいうまいうまい。焼き鳥は私はこのつくねが好き。ハッピーハッピー。なんか時間も時間だからなんかちょっとアダルトなドラマが多いね。見ちゃうんだけど。あらららら、ちょっと待って。なんかリモート会議してる彼女なのかな。足を彼氏が舐めてる。意味わかる？食欲が性欲にシフトチェンジしちゃうんだけど。むきょうゆ、かわいいね。かわいい、むきょう。むきょう。かわいいね。リモート会議中にもう、めちゃめちゃイチャイチャし始めたんだけど。こんなことあんの？こんなこと、こんなことないんだろうけど、されてもいいなと思うよね。ダメだ。ダメだ。見ちゃう、これ。何これ。めっちゃチューする。えわ、もう、なんかやだあ。もうひたすらキスしまくんの、これ。30分間。え、何これ。うわぁ、悔しいけどめっちゃ見ちゃう。何これ、どうしよう。ロナウドとしかしてないもん、最近。おじいちゃん、おじい。おじいちゃん、何？おじいちゃん、おじいちゃんもしようじゃん、チュー。おじいちゃん、チューしよう。やだ。おじいちゃんしかいないんですけど。よいしょ。はあ。ちょっとこの動画、この服ばっか着てるよね。ちょっと許して。なるべく洗濯物増やしたくないからさ。そうそうそう。今3時半、お昼の。1時間ぐらいちょっとロナウドの散歩して、本当はね、散歩がてら、近所のお弁当屋さんで、お弁当を買って帰ろうと思ってたんだけど、散歩の終盤で、頭痛くなってきて、うわ、ちょっとこれ、弁当を持って帰るのちょっとしんどいかもと思って。弁当1個だったら軽いんだけどさ、私弁当2個買うじゃん。ちょっと疲れるなと思って、Uber Eats 開いて頼みました。今日がね、すごく麺の気分だったから、俺流塩ラーメンのなんかランチやってて、唐揚げとパンライスついて1000円ぐらいだったから、え、安っと思って、ちょっとそれにしてみました。すいません。ネギダク餃子みたいなと、唐揚げ。なんか今日朝起きて、もうその瞬間から麺の気分だったのね。なんでこんな麺の気分になってんだろうと思ったら、私夢でラーメンめっちゃ食べてて、知らず知らずに起きたら麺の口になっててさ。夢に影響されてさ、その口になってるってなんか、すごいよね、なんか。ちょっと神秘的。よく言い過ぎ？コクうまカルビマックみたいなやつもさ、マックで出ててさ、それも気になって最初マックとすごい迷ったんだけど、いやでももう起きた時点で麺の気分だったでしょあなたと思って、自分自身に問いかけて。柚子胡椒とね、ニンニクと
岩のり。このトッピングは無料でね、ついてくるの。すごいスローだね、今日の私。スロー映像を見てるみたいでしょ、もう。頭が働いてない。1時間も散歩してきたのに。ダメだな。やば。うん、うん、うん、おいしい。うん、うまっ。ネギまみれ餃子、マヨネーズもたっぷりかかっててさ、うまい、うまい。うん、うん、うまっ。ああ、毎日毎日寒暖差がすごすぎて、それでもくたびれてんのかな。勘弁してくれよ。なんか世の中は何も安定してないね、今。気温ぐらい安定してほしいよね、だから。明日も底冷え。底冷え。言いたいだけだろ。うまっ。うめえ。うん。うん。手島優さんがついに結婚しました。時代が一つ塗り替えられた、そのぐらいの衝撃。やっぱり、野呂佳代と手島優が、ここ最近でポンポンとこう、巣立っていって、時代が流れていってるわ、と。つくづく感じるわ。カメラの充電がほとんどない。急げ急げ。やばい、体のだるさマックスで食欲もマックスの日。さっき油そば食べたばっかりなのに、1時間ぐらい寝たらまたお腹空いて焼肉弁当とコムタンスープ頼んじゃった。眠たい。鬼の食欲とさ、鬼の睡魔がさ、襲ってくる伝説の2日間ぐらいがあるんだよね。1ヶ月に1回。うわ、美味しそうかよ。美味しそうやんか。かわいいやんか。コムタンスープ、私に優しさをください。すごい。スープこぼれないように頑丈なのはありがたいんだけど。なんかさ、昔さ、ラーメンの出前で、ラーメン頼むとさ、もう、なんていうの、今にもはち切れそうなぐらいのこういう、上に、ラップ？あれラップなのかな？なんかラップなのか、何なのか。なんか全然頭回って、何の話してるか分かんないでしょ。あ、美味しそう。ユッケジャンスープと迷ったんだけど、いや、私には今、ユッケジャンの刺激よりも、コムちゃんの優しさやと思って。あ、美味しいや。美味しい、しかも熱々。うん。
あれ赤いコップなくなっちゃってさ、やばい、寝ながら食べそう。このまんまもう横になって起きたら夢で焼肉弁当を食ったのか現実で食ったのかも分かんなくなりそう。いただきます。おいしい。おいしい。おいしい。やばい。おいしい。柔らか。あ、おいしい。どこから出てきたのと思ったでしょ、コーラ。もう私のね、膝元にあるの、いつも。相棒なの。コーラちゃんとルナちゃんは相棒。おいしいな。すごい優しい味付け。焼肉も。炭スープ優しい。あ、スープが染みる。やっぱ、日曜日の夜です。ネイル変えた。キティちゃん、可愛い。ネイルの帰りに私の好きなすごくまったり個人経営でやられてるケーキ屋さんがあって、ロールケーキとシュークリームと、今ハロウィンだから見てこのね素朴なね絵がすごい可愛くて惹かれて買っちゃった。これ可愛いでしょこれネイルやってるとこからこのケーキ屋さん近くて、いつもネイル終わったら寄るんだよねうちの照明ね、その暗さが絶妙でね何の写真撮ってもあのおばちゃんがガラケーで撮ったみたいな画質になるんだよね、雰囲気。私こういう不器用な笑顔の絵が好きなんだよね。結構かぼちゃの味が強い。おいしい。うわ、待って、中にマロンが入ってるわ。おいしい。なんか素朴な味ではあるんだけど、ちゃんとおいしいんだよね。ルイボスティーちょっとケーキだからさ、お水よりはティーの方がいいかなと思って。あ、美味しい。私普段甘いもん食べないからこれ珍しいよね。このシュークリームうまいのよ。ほんと甘さ控えめなのよ。だからすごいバク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 何個でも食べれちゃうんだけど、うまっ。じゃあシュークリーム、あシュークリームの粉がロナの頭にめちゃめちゃかかってロナがスイーツみたいになってた
ごめん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 。シュークリーム好きなのよ私。とりあえずピース。なんかどうしてもハンバーガー食べたくなって、でもいつものそのマックとかモスとかケンタッキーもいいけど、ちょっとなんか思い切ったあの口に入るか分かんねえぐらいのでっかいやつ食いてんなと思って、アボカドチーズバーガーみたいな頼みました。イエーイ。おお、うわいけるかな。うまい。うまい。オニオンチーズも頼んでみた。おいしい。躊躇したら負けなんだよね。躊躇したら全てが崩れていくんだよね。躊躇しないことが大事だよね。もうね、飛びかかる、飛びつくことがいきます。やっぱさ、こっちに向かって体当たりで来てくれるさ、料理に対しては体当たりで迎えに行ってあげないとさ、やっぱウィンウィンじゃない、ウィンウィン。めちゃんは食べれません。フレンちゃんはさっき食べましたよ。フレンちゃんは最近あのオーガニックフードを食べてます。いつものドッグフードも食べてたんだけど、なんか試しにオーガニックフードみたいな食べさせてあげたら、なんかものすごい食いつきよくて、それとちょっとささみを湯がいたやつをいつもあげてます。ポテトね、ケチャップつけたくなった今日気分的に。うまい。一人でさ、こうやってご飯することが多いじゃない。なんか毎回毎回こうやって動画回して飯食うとさ、ほんと誰かと食ってるみたいな気持ちにも慣れて、見てる皆さんも私もウィンウィンだなって思ってます。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。アボカドうめえ。うわっ、ここ初めて頼んだんだけど美味しいし、大型ハンバーガーにしては安かった。ここまでのさ、大型なハンバーガーってさ2000円近くしたりするじゃん。全然そんなことなくて、もちもちしてんだけど、衣かポンデリングぐらいの弾力あんだけど、このオニオンリング。すげえ、一個一個食った感あるわ。おいしい。 BMI が高めの方へ。はい、高めの人ここにいます。私体脂肪とか久しぶりに測ってみたいな。やばそうだな。